住吉でいつもラップやってます、いつも3人なんですけど今日は2人で来てラップやらさせてもらうことになりました。名前は流星でラップはドローパームでやってます。僕も一緒で住吉から3人でラップしてる2人で来たんですけど、名前は勝也って言って MC ネームは極楽堂です。俺から行くぜ、このまま決める。言葉で男でこの場でしっかりとライム決めてくだけだよ。俺だけぶつぶつ陰踏んでいくだけ、それがスタイル。ここで伝える、滝川クリステルみたいな感じ。フリースタイルしっかりと決めていくだけだよ、しっかりとこの場で。よー、まだまだだった発祥せずしての勘違いだけど、このまま出してくぜパンチラインっていうとく、まるで俺パンチラインのアンパンマンみたいな感じ。進撃の巨人ミカサアンカーマン、俺だってこうやって頭去ってくだけよ、しっかりと松田に回すマイカフォン。俺から回す、ここで回すのは発祥説。ここで変わりっていうか交わり、丸さでここで始まりサイファー。ここで終わらないの、終わらないのが操作。いつでもここでビート流れ出すのは当たり前。てかここでやるの俺だけ。よー、俺から間が空いた、だけどここでバースデーケーキするような感じ、日本不景気だけどこうやって次はそうケー君に回す。その前に俺の方から決めてくだけよ、しっかりとこの場で韻を揃える。俺はライカ、まるでフランシスコザビエル。ここで2回目やってぜ、俺の人生は苦いね。ここで理解せ、言葉で重み感じたいっていうか、俺らの高校先島キリと一緒、元住之江高校。てかどこでも行ってもはばきたいと思ってる、そう言葉で吐き出そう。まだまだ続く俺の小説。てかここで始まる口説、公然わいせつ。俺がやりたいのはそう当然大事。そういうこと公然わいせつ、家族は当然大切みたいな感じ。俺ならばわいせつする前にしっかりと人のライム一発。まだまだしていくで、まだまだマザファカとか言うとくだけ、それだけ言うとく。ヒップホップ用語、俺だってこの場で男やからしっかりと決めていくぜ。俺は何回目、てか俺やりたいのはさ18小節。てかここで何伝える、てか滝川クリステルよ。おもてなし、てかそんな言うてもおもんない。てか俺が大好きなのは船市、船橋市のなんだで船汁ぶっしゃ。気持ち悪い言葉吐き出す、あいつはそうおもんないやつだし、マジで黄色い顔面そんなやだ。俺らはそうなんだってそう。
よちゃんと小説数えろよ。黄色いふなし黄色いヒーローのイエローみたいな感じ、まるで石川五右衛門っていう感じ。ふなし面倒いし重ないし、俺こうやってインフ無視っていうこと、まるで民主主義なことなんかそこらで基本無視。そんなことするような感じだぜ、しっかりと俺だって小説頭で数えるだけ、しっかりとこうやって叶える夢、そういうことしっかりと教えとくぜ。俺らの真後ろで回してくれてるのはプロの DJ。 俺らのフローは人間性求めてるだけ、俺らの言葉が人生。いや、なんだって俺らはラッパーな、そうやっとこうか、俺はナッパーみたいに食らわせるドドンパ。お前が大事ですかそれは。ドドンパ別に大事ではないけど、俺ならばカメカメハよ。こうやって金貯めたならしっかりと使う、まるで大金持ちよ。俺も磨くぜ人間性、てか磨いてきた即興性っていうことあんまりどうこうせ言われじゃないから決めてくでこのまま。なんだってここは何回目、そう何でもやっていくぜ言いたいで。よ俺はそう右目で見てきた、俺はそうイーグルアイ、ここで何飲んでいくさ、アイここでやっていくぜアイって聞いたら、お前はどうやってバイって言ったら、そこらでバイバイキン、バイバイキンしないバイキンマン。俺ならばぶったずほらアンパンマンとか言うとくぜ、このまま正義のヒーロー。正義感強いけど不信感が大事、そんな感じ。早口なラップも別にできないけど、甘口か辛口か早口か毒舌、俺は有吉よみたいな感じ、まるでレベゼンは住吉。何が有吉、あんな毒舌野郎はそうさ、玉なし野郎、そんなやつ来てもぶっ殺してやるから構わないし。いや、俺は内心思ってることを吐き出すためにラップを毎日やってきてんだぜ。なんだってそう、俺は住吉レペゼンのドローパーム、住吉レペゼン、それは俺と一緒っていうこと。そこらで吉祥か失笑か爆笑か白鳥、そんなぐらいのインテで来るか出てこないか、そんなことどうでもいいけど、ラップサイファー別に因は関係ない、俺の未来に断定はない、そういうこと、俺の言葉は証言じゃない。